皆さんお疲れ様です。ポブラでございます。本日はですね、カイリーセブンのネットレビューをまとめてみたということで、日本そしてアメリカのネット上でつぶやかれているカイリーセブンの感想、使用後のレビューですね、こちらをまとめて紹介したいなと思います。で、日本は EP ラストですよね。幅が広くて、で EP ラストは XDR アウトソールが採用されるケースが多いので、幅が広くてアウトソール固めで、片やアメリカはグローバルラスト、EP と比べると幅が狭め でグローバルラストの場合は、ソリッドラバーというちょっと XDR 柔らかいアウトソールが採用されている。この差異があるので、アメリカと比較するということは、 EP モデルと、まあ、ナイキバイユー、グローバルラストのモデルを比較するということにもつながりますので、ぜひどちらが自分に合うのか、日本アメリカでどう意見の違いがあるのかっていう面もね、楽しんでいただければと思います。それでは早速行ってみたいと思います。それでは最初に日本のネットレビュー一つ目、日本人が最も多くつぶやいていたのがこちら、サイズについてになります。大きく分けて2種類の内容パターンの投稿があったので抜粋して紹介します。まず一つ目ですね、左側です。サイズミスった、27センチぴったりすぎ、28センチにすべきだった、1センチアップすべきだったっていうふうに感じている人もいれば、その下、クッション性と履き心地に関してはポジティブなことを言ってますが、 EP なのでマイサイズ 0.5 センチダウンがちょうどいいと、片や1センチ上げろ、片や 0.5 センチ下げろと、これ投稿見たらもうお手上げ万歳、何を選んでいいか分かりませんとなってしまいますが、これちょっと想像力を膨らませるとなんとなく答えが見えてくるのかなと、はい、勝手な想像です。ここからはもうフィクションです。1つ目、前者の方は普段おそらく EP モデルを使っていて、マイサイズが27センチで同じサイズで大丈夫だろうと思って選択したが28センチ、要は EP モデルを使っている方にとっては狭く感じる。で次の方はあえて EP なのでマイサイズ 0.5 センチダウンって言ってるってことは、普段グローバルを使ってると思います。細めのバイユーであったりとかね、なので、グローバルラスト EP モデルじゃないものを使ってる方にとってはちょっとゆとりを感じる。はい、で個人的に昔カイリー3のバイユーと、要はグローバルラストと EP モデルを測ったことがあるんですが、幅感でいうと 0.3 センチ、サイズでいうとハーフサイズ 0.5 センチの違いがあるので、こちらも参考にしてほしいとは思うんですが、ここはねもういかんせん履いてください、もう履かなきゃ分かんないっていうのを物語る投稿になってると思います。で関連する投稿としてもう一個あったのが、5と比べると全体的にちょっと一回り小さい気がすると、これかなり参考になると思います。5を使っている方からすると想像しやすいのかなと思うので、こちらの投稿もぜひ参考にしてください。で次、最も多い投稿、まあ、抜粋してるだけなんでまだまだ投稿数はあったんですが、小指が痛くなるって方が多かったです。これタイトめに作られてるっていう影響もあると思います。ただアッパー自体は柔らかいので、その他の影響なのかなと個人的には思ってます。で何なのかなって考えたところ、これ360度ファイロン素材でアッパー覆いかぶしているんですよね。壁になってるプラス小指の部分、前足ですよね、前足外側、ここアウトリガーと呼ばれるラバーがファイロンの壁の上にさらにかぶさってる、要は硬いんですよ。前足の外側、要は小指側ですね、硬いんですよ。ここが影響して、サイズというよりは僕は構造が影響して皆さん硬い小指が当たると、より細かくスピーディーな人ほどそう感じてしまうのかな。でもちろん日本人は幅が広い人が多い環境にはなっているので、足型の影響もあると思いますが、 EP を使っててこの感想を言ってるのであれば結構問題です。これは履いた瞬間ではわからないことだと思うんで、実際にプレイしてみてっていうところが、このカイリーセブンサイズ選択、まあ、使用が難しいアッパーが上級者向けと言ってるゆえんなのかな、僕的にね思います。でちなみにサイズアップされる方、サイズアップを検討されている方っていうのはこのカイリーセブン多いと思うので、懸念点、サイズを上げるとかかとからつま先までの長さも伸びるので違和感を感じるっていう懸念点あるんですけれども、最も懸念点として挙げられるのが重さが変わるんですよ。1センチ上げてしまえば両足で多分 30g ぐらい変わる、シューズによっては変わってくるので、ここを念頭に置いて、もし3つ検討してて2つはサイズ変更しなくても履ける、1つはサイズを上げなきゃ履けないっていうのがあったら、重さがこいつ変わってしまうっていうのも判断材料にしてほしいと思います。
いや難しいですね、乖離成分。次行きましょう。はい、それでは日本のネットレビュー2つ目ですね、ミッドソールについてピックアップしてみました。ネガティブな要素、ポジティブな要素、双方あったので、2つ紹介したいと思います。まずはネガティブな要素です。1つ目、左側ですね、前足のエアズームターボの主張が強い、後ろに傾いてしまう感じ、僕のプレーでは足首がいってしまいそうです。はい、これちょっとわかるんですね、言ってること。人それぞれ感じ方は違うと思うんですが、僕も前足がちょっと湾曲しているように感じてぐらつく印象を受けました。後ろに傾くっていう印象はなかったんですけれども、おそらくそれが影響してぐっと着地の時とかね、重心が後ろに向いてしまう、足首がちょっと負荷が高く加わってしまうっていうところなんでしょうかね。すごくいい意見だと思います。で、次にミッドソールに気合が入っている、前足ですね、気合が入っているので、耐久性が不安に感じた、前足がしっかり作られてる分、後ろがちょっとスカスカな感じがして、まあ、特になんか内蔵されてるわけでもないし、今回プレートが内蔵されていないという情報もありますので、そこら辺で耐久性、剛性っていうのがいつものシューズと比べてなんか物足りない、またはちょっと柔らかいヒールが影響して、あれこれ大丈夫って思ったのかもしれません。次です。ミッドソールから下が硬い、これは特にヒールが柔らかいとかも関係なしに、もうミッドソール、アウトソールが硬いと。これもね、アウトソール特に硬い、そして前足、ミッドソールの前足が硬い、これはねおっしゃる通りだと思います。これはねプラスに捉えてる方もいたんですよ。要は反発性が強い、硬いイコールすごく反発するよ、だから、前に前に進みたい、素早いプレーをしたい方にとってはすごくいいよっていう方もいたので、これも合う合わないなのかなと。単純に硬いから全員が合わないよってわけではないのかなと僕は思います。で、次ポジティブな意見ですね、足への負荷が5より少ないというところ、これ他と比べてるというところいいですよね。で、次も5と同じような、5好きにはいいと思うよっていう意見を言ってる方、今すごくいいわけではないが5に近い印象を受けた。特に前足のクッション性、エアズームターボが初めて搭載されたのがカイリー5なので、それに近しい5が気に入ってる方にとっては、おお戻ってきたかというような印象、まあ、アップデートされてるシューズとはなっているんですが、昔懐かしい、ミッドソール、アウトソールの感覚っていうのを楽しめるシューズでもあるんだよ。めちゃめちゃポジティブな意見はそこまでなかったんですけれども、まあ、ネガティブな要素っていうのが多い、ミッドソールではあったんですが、5を使ってた方にとってはすごくプラスに働くような内容になっているのかなと思うので、ぜひこちらも参考にしてみてください。次行きましょう。次に日本のネットレビュー3つ目紹介していきたいと思います。アウトソールについてですね、これはポジティブな要素がすごく多かったです。はい、でカイリー5、6と比べてグリップ力がいい、思い通りにプレーできるので好印象、履きやすさもバッチリ、はい、褒めちぎってくれてますね。で、次もバランスが良い、ミッドソールが硬く反発性が高い、そしてアウトソールのグリップ力が優れている、はい、ポジティブな要素かなり多く見受けられました。一つかな、ネガティブな要素としては、使っていくうちに、まあ、最初のサイズのところでもあったと思うんですが、使っていくうちにちょっと滑るようになってくるというところもあるので、使用していくうちに変化してくる可能性はあります。で、もちろんこれ履いた直後のレビュー感想だと思うので、そこはちょっと線引きが必要ではあるんですけれども、5、6と比べてもグリップ力が高い印象というのを個人的には受けました。 XDR にしては少し粘着質で、高いグリップ力を発揮する、まあ、ただ XDR であることに変わりはないので、足に力があればあるほどプラスに働くのかなというふうには思いますが、至って、なんかマイナス要素というのは現時点で、ないのかなと思います。もしマイナス要素があればコメントでお寄せいただければすごく参考になるので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。で、この後紹介するアメリカのレビューだと、このアウトソールが非常に面白い、ことになっているというか感想が多いので、ちょっとこの2つ覚えておいてほしいと思います。それでは次、日本のネットレビュ ー最後行ってみたいと思います。はい、それでは最後、日本のネットレビュー4つ目最後ですね、紹介していきたいと思います。その他の情報になります。単発で投稿されてたものなので、同様な意見は他にはなかったということを念頭に置いて聞いてほしいです。まず1つ目、つま先にややスペースがあり踏ん張りが効く、しかしジャンプやドライブの際にヒールが抜けた。踏ん張りが効くっていうのはすごくポジティブな内容にはなりますが、
ジャンプやドライブの際、まあ、素早い動きをした際にヒールが抜けてしまう、これちょっとマイナスですよね。個人的にはあまり感じなかったので、もしかするとサイズ選択、間違ってしまっている可能性はあるんですけれども、念頭において、検討してほしいと思います。で、次、合うカラーがないというのは、まあ、しょうがないことではあるんですが、ナイキバイユーカスタマイズ商品を使えばチームカラーをもしかすると選択できる可能性あります。はい、一色で全部構成することができるのかな、はい、と思うので、もし既存モデルでなかったらカスタマイズも視野に入れる、または今後の販売に期待するといった感じですかね。はい、で最後、カイリー7は他のバッシュに比べてバランスがいい、全ての機能がちょうどいい感じ、まあ、可もなく不可もなくとも取れるんですが、バランスがいいってのはすごく大事だと思います。汎用性のあるシューズであることを証明しているプラス、なんだろう、バランスっていうのは個々によって様々あると思うんですが、全体的にしっくりくるっていうのは、まあ、履いた瞬間これを感じることができるっていうのは合うシューズであることは間違いないので、このバランスがいい、しっくりくるなっていう感想はすごくいいと思います。はい、履いた時のファーストインパクトっていうのを大事にされている方なのかなと思いましたので紹介しました。はい、日本のレビュー投稿っていうのはこんな感じですね。特にサイズについてかなり多く言及されていたので、ぜひ参考にしてほしいと思います。で、次ですね、アメリカ本国アメリカの意見を見てみましょう。はい、次にアメリカのネットレビューを見ていきましょう。アメリカということで、グローバルラストを使用している方の意見になります。まずはポジティブな意見から紹介していきましょう。カイリー5に近い使用感、これ日本でも言ってる方いましたね。で、カイリー6よりも軽いよ。で、大きい変化は感じないけれども、しっかりバージョンアップされていることがわかると。で、サイズについて言及しているのが最後ですね。サイズは前足がややタイトなので注意。で、サイズについて言及されているのは正直この方だけで、他の方は特にサイズについて言ってる人いなかったんですよね。なので、グローバルラストを使ってる方からするとそこまで違和感がないのかなと。EP がもしかしたら極端に狭いのかな。さっき日本の方のサイズのコメントで、グローバルラスト普段使ってるであろう方は 0.5 センチダウンするみたいな内容あったと思うんですが、そこが結構この投稿で、はっきりしたのかなと思います。はい、で次ですね、アッパーの肌触り、そして軽量なのが素晴らしい。前足にストラップがないのも圧力が適度で素晴らしいと。なるほどね。このストラップっていうのが、これ毎回ではないですけども、カイリーシリーズ多く採用されている傾向にあって、カイリーフライトラップとかもそうですよね。で、このストラップがない分、このフィンになった分、適度なフィット感になっていて、素晴らしいと。まあ、シューレスと連動しているので、調整も容易に行えるってところもあるのかなと思います。そして肌触り、これね、個人的に私も感じた部分で、かなり柔らかい複合メッシュになっているので、快適性。で、普段も使用できそうってコメントがすごく物語っている通り、本当に快適だと思います。アッパーだけでフォーカスするとね、ミッドソールからしたらもしかしたら硬いかもしれないんで、普段は向かないと思うんですが、アッパーに関しては本当に快適なので、ここはね、本当に、日本、そしてアメリカ共通の内容なのかなと思います。で、次ですね、メッシュアッパーが以前のモデルよりも柔らかく、箱から出してすぐに使用可能。これも先ほどの方と同じ意見、似てる意見なんですけれども、本当メッシュの、複合メッシュの柔らかいアッパーの快適性をしっかりと伝えてくれてます。そして、まあ、快適なんだけれども、柔らかい分、素材自体の耐久性に不安を感じた。今後使っていく上で、まあ、バスケットボールシューズバッシュっていうのは結構ごわついて硬くて耐久性があるイメージがあるんですが、全体的に柔らかいので、そういった懸念点も表現してくれている。はい、これすごく参考になると思います。で、次、歴代で最も使用しやすい、全てのパフォーマンスを高水準で発揮できる。なるほどなと。歴代でっていうことは 1,2,3,4,5,6 を全て使った上で7を評価してくれている。もちろんパフォーマンス自体、その方の能力自体上がってるとは思うんですが、それでも高いパフォーマンスを高水準で発揮することができるっていうのはすごくポジティブ。カイリーシリーズを1回でも使ったことがある人にとってはすごく比較しやすい、内容になるのかなと思います。で、最後ですね、ヒールのクッション性が5、6より優れている。クッション性と反発性のバランスがいいと。またバランスという言葉が出ましたけれども、非常にバランスがいいシューズであるというのは日本の方も言ってた通りで、アメリカの方も同様な意見を感じてます。で、ヒールのクッション性、これ僕も感じたところで、5、6よりも柔らかい、まあ、柔らかいイコール優れてるっていう風にはならないんですが、そこを言ってくれているのかなと思います。はい、結構アメリカの方、その他にもポジティブな意見山盛りだったんですが、次に紹介するネガティブな面ですね。ここ
一箇所同じ意見を言ってる方が非常に多かったので、まあ注意喚起も兼ねて紹介させていただきます。次行きましょう。はい、アメリカのネットレビュー最後ですね。ネガティブな意見になるんですが、これ一応グローバルラストでソリッドラバーを採用されているモデルを使っているので、 XDR EP モデルとイコールにならないかもしれないんですが、参考程度に聞いていただきたいと思います。同様の意見これ以外にもかなりありました。内容を紹介すると、値段の割に堅実なパフォーマンスを発揮してくれる、これはすごくいいですよね。ただ唯一ホコリが付着しやすいのが気になった。しかし素晴らしいシューズであることに変わりはない。ホコリが付着しやすいんですよね。で、次の内容を見てみると、カイリー6と比べるとグリップ力に問題がある。で、その要因としては綺麗なコートでは問題ない、問題なく使える。ただホコリっぽいちょっと汚れてるコートだと常に拭く、足裏を気にする必要があると。これ同様の意見ですよね。で、その他にもこのホコリに関して言及している方っていうのは多々いたので、かなり多くのユーザーがこれを感じていることだと思います。他の、まあ、日本の方どうなんでしょうかね。これちょっとコメント欄で、もし何か意見があれば、お時間があればお寄せいただきたいところなんですが、かなりここ心配になりますね。はい、XDR だから大丈夫でしょうとはなかなかならないポイントだと思うので、現在使用されている方も今一度そのホコリの付着具合、滑り具合、まあ、使用していくうちに滑ってくるよって方も日本でいたので、そこがもしかするとこのホコリの付着しやすさで、粘着質なんですよ若干 XDR も。ここすごく気になるポイントになっていたし、かなり大多数のユーザーの方が意見していたので紹介させていただきました。ただ日本の方これ言ってるホコリがどうこう言ってる方ってのはいなかった、現時点ではいなかった、確認できなかったので、まだまだわからない部分ではあるんですが、ぜひ購入の判断材料にしてみてください。はい、以上となります。日本とアメリカのカイリー7ネットレビュー内容をまとめて紹介したんですが、まあ、EP とグローバルラスト違いはあるので、意見、様々あるというのは仕方ないことだと思いますし、個々感じることは様々なので、もしこれが EP グローバルラストがない、まあ、共通のものを使ってたとしても全然、日本国内だけでも様々な意見があると思います。本当ネット情報を見るとぶっちゃけ買えなくなってしまう、いやもう買うのやめたってなってしまう、ネガティブに感じてしまうっていうことは多々あるので、あくまで本当に参考、もう人の言ってることだから気にしない、じゃあなんでやったんだってことになるんですが、そこはね、自分のさじ加減で、俯瞰的に内容を見ていただいて、想像して最後は自分が判断して、買っていただければなと思います。はい、で、次回ですね、バスケットボールシリーズの PG5 ですか、 PG5 を実物交えてレビューできればなと思っておりますので、ぜひぜひまたご視聴いただければなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイ。